それでは大阪東京カメラ行ってみましょう。はい、行ってみましょう。今日はどの辺歩きましょうね。もう分からないんで、そこら辺、そこら中ですよ。はい、ちなみにですね、今はですね、阿波座ですね、写真展の会場になっているえのこさん、こちらのですね、周辺をちょっと歩いてみたいなと思います。ちょっと橋でも渡ってみない？あ、そうだね、じゃあ思い切ってエリアから外れちゃおうか、いきなり、はい。いい天気ですね。大阪の川です。大阪の川ですね。運河ですかね、これは。運河ね。さっきね、ワニみたいなのが泳いでた気がしたんですけど、気のせいですかね。ワニ泳いでました？なんか緑色のこんなのが。あ、怖い。ちょっとワニはちょっと今見当たりませんね。じゃあ次。いい天気だね。いい天気ですね。やっといい天気になりましたね。いや、気持ちいいな。あのアクティブにね、在廊と撮影を行ったり来たり。機嫌がいい加藤さんです。そう、機嫌がいいんですよ。もう、初日最初から皆さんいらしていただいてね、もうお友達からお客様から全然知らない人から、もう良かったですね。そう、なんかね、すごいね。こんな時はいい写真が撮れちゃいますね。杖ついたね、大御所のおじいちゃんいらっしゃってね。あなた、坂さん、うまい、賞を取って当たり前って言ってくれたんですよ。ごちゃごちゃ言わないですね、すごいシンプルな言葉でね、あの力強くね、ありがたかったですね。大阪にも好物がありますね。ありますね。あの敷地内入らないでくださいね。こっから？うん。よし。じゃあ行きましょう。ですね、今日もう加藤さんがものすごいそうな状態になってまして、機嫌がめちゃくちゃ、大阪で好物を探す加藤です。美人さんに写してあげたいな。あら、かわいい。じゃあちょっとモデルさんお願いします。いいですね。大体に真下から撮ってみようかな。そんなの子だっつってんの。やめてって。あ、ごめんね。美人だからどの角度でもいけんじゃないの、ね。あ、こっちもちょっと憂いのあるお目目が可愛いですね。加藤さんの後頭部しか映ってないですけどね。よし、
あれ、ちっちゃいハチさんが来ましたね。よし、なんかカスミソウみたいで可愛いですね。この辺りはどうやら町工場みたいですね。ねえ、ちょっとこれ取れるかな。あったな。いや、あ、でも面白いかもしれない。ちょっと取れ。お取りします。ありがとうございます。よし。はい、ありがとうございます。よし、はい、チーズ。よし、読んでたんじゃないの？日本語じゃないなっていうのだけ確認してた。普通の素人も言っていいのかね。ちょっとわかりませんね。なんですが、いい景色ですよ。砂利の船ですね。いいもの見つけましたね、加藤さん。曇る前にとっとと撮ってください。車も来ちゃいますよ。いろんな音がしてて申し訳ございません。またなんだかいい感じのとこに入ってきましたね。なんかこれちょっと撮らせてもらおうかな。なんかもう最近加藤さんの作品がわびさびに見えてきてしょうがないんですよね。わさび。ゆずこ。またなんか素敵なとこが入っちゃいましたね、商店街ね。あの縦横無尽に伸びてるの楽しいですよね。縦横に伸びてるから、こっち行ってみます。今度こっちだ ね、こっち行ってみましょう。本当だ、おでんですね。どうりで。商店街のはしご、たまらない。もう少しちょっと楽しんでみたいなと思います。いやいや、広いですね。
ということで楽しくお散歩行ってきました。いかがでしたでしょうか。もう一回どっかお散歩行きたいね。うん。